感じで始めまして。Welcome back to a new episode of Edamame Arcade Channel. Today is a big day for me. Today is a big day for our channel. I am meeting the father of Final Fantasy music, Mr. Uematsu. Nobuo Uematsu, the Beethoven of video game music, is best known for his work on the Final Fantasy series. A self-taught musician, his music has shaped the video game industry like no other. 2018 is the fourth year of Bravra, Rasta Bravra, taking place in 9 cities across Japan and also in Taiwan. For more information, check the links in the description. So about a month ago, I posted a drum cover video of the Final Fantasy Battle Theme songs. I had a lot of positive feedback from Square Enix, and they decided to give me a chance to meet Mr. Uematsu. So this is a big opportunity for me, it's a big chance. Thank you, Edamame, thank you, Square Enix. So I've decided to show my drum cover to Mr. Uematsu, see how he reacts. I hope he likes it. I'm a bit nervous today. But let's see what happens. So this is Mr. Uematsu's room. I am freaking nervous right now. Do I knock? Okay. Hi. はじめまして。今回ですね、ちょっと恐れ多いんですけど、はい、私、カブキン、ちょっとファイナルファンタジー、本当に大好き、もうずっとファイナルファンタジーで育った、ありがとうございます。育ったんです、はい、はい、もうめちゃめちゃ今、ちょっと緊張してます、はい、すみません。はい、でですね、YouTube にファイナルファンタジーの、ちょっと メドレーじゃないですけど、うん、僕の好きな曲を、メドレーにして、はい、ドラムを叩いてみたんです、うん、でまあ、さらに言うとちょっとアレンジもして楽曲をアレンジしてドラムを叩いたっていう動画をですね、はい、投稿しまして、うん、それなんですけどそれをちょっと見ていただけないかと。ぜひぜひ、はい、うん、見せてください。いいんですか？全然いいですか？全然いい。でも今のようになってるね。昔の8だけじゃなくてね。あ、これってずいぶん古い曲だもんね、ベースのね。そうですよね。どう、こうですね。はい、うん、普通のあれだと2つ、2つだったでしょ、多分これぐらいね。あ、なるほどね。16のあれを抜けるとかっこよくなるな。パクっちゃおう。え、これ、ジョーンズじゃないですか？バンドやってたもん。あ、もともと、そうですね。バンドマン。名前はバンドを、はい、やってました。はい。ドラマー。ドラマーです。どんな、何系の音楽やったの？ビジュアル系のロックバンドやってました。ロック？はい。バンドで言うと、例えば。そうですね。例えば。割とポップめな、うん、はい。ポップな感じでした。うん、はい。今めんどくさい表紙のやつじゃなかったんだ。あ、そうです。あ、めんどくさい。このくらいではないです。はい。ちょっとゲームの映像もお借りしまして、はい、アレンジも全部自分でやってるの。はい。すごいじゃん。ありがとうございます。マスターし。あえて今食うんだ。はい。いいなぁ、このルックス持ってるといいなぁ、これ。ありがとうございます。潰しが効きそうだなぁ。え、上手じゃん。ありがとうございます。何年ぐらいやってんの？ドラムって。ドラムはそうですね、15年ぐらいです。さすが。ありがとうございます。
今度バンドとかライブやったら遊びに来てよ。ぜひ、いいんすか。うん、よく思って思って。ありがとうございます。今年夏ぐらいに日本でやるんじゃなかったかな、はい、うちらね、めったに日本でやらないんで、はいはいはい、今年は珍しくなんかどっかで日本でやるようなこと言ってたんで、はい、うん、遊びに行きたいです。ぜひ。ありがとうございます。うちのドラムももう年でさ、途中で倒れちゃうかもしれないから、倒れたら代わりに叩いてあの練習しますで、音楽はどうやって勉強したの？独学ですね。独学ね、はい、全部耳コピーしてですね、はい、さ、最近でも独学ですごい人いるよね。昔ってさ、独学ってあんまりなかったんだよ。いや、俺独学なんだけど、はい、昔って音楽やるときってさ、ちっちゃい頃からバイエルやってとか、はいはい、音楽をお金払って勉強した人じゃないと音楽やっちゃいけないみたいな空気感があったんだけどさ、今ね、みんな優れてるよね、若い人たちよね。あ、これは、はい、ちょっとね、はい、素晴らしい、ありがとうございます。汗びしょびしょですあれ、バンド、ロックバンド以外に音楽って興味ある？はい、今日ね、はい、ここでね、吹奏楽のリハーサルやったの。ファイナルファンタジーのブラブラファイナルファンタジーっていうコンサートを毎年やってるんだけど、はいはい、またツアーが始まるんだよ。あ、おいでよ、遊びに行って。え、いいですか。マジでマジで。もう、マジでも行っていただければ、はいはい、席用意してくれ。席舞台袖でいいよね。この顔で大丈夫ですか、はい、大丈夫です。あ、はい、マジで、その顔で本当に来てくれるの、はい、この顔で、はい、So that's all for today. Thank you, Mr. Romanzi. Thank you very much. Thank you very much.So, I hope you give us a like. Please subscribe Edamame channel. Thank you! Thank you!